あの小学校時代は、うん、本当にもう外で遊んでばっかりであの、まあ、田舎だったんでこう山とか川とかで遊んだり、まあ、そんなことしてましたね剣道が好きだったんでもうそこでずっとやってましたね警察の道場に通ったりあの一生懸命そこでやってましたむちゃくちゃ厳しかったですね投げられたりしました剣道と柔道混じってましたねなぜか。 冬は体育館で寒くて素足ですからもう嫌で仕方がなかったですけどもう冬は寒いし夏はまあ暑すぎて道着も臭くなるし、まあ、でもそこで精神力を鍛えられたかなと思ってます。